スタートしまししししまままたたた揃いましたアクションススタターーー少遅れコトからクルーガー、イスラボニータ、内から1番サンライズメジャー、様子をうかがいながらの先行争い、間6番ヤングマンパワーも前をうかがいます、さあまだ固まっていますが、わずかに1番サンライズメジャー押し出されるように先頭に立ちました、6番ヤングパワー2番ヤングマンパワーが2番手です、3番手は並んで、内から3番フィエロ、外は9番のクルーガー、そして4番のエア・スピネル、5番手追走です3コー,ナーカーブに向かっってて坂を上がっていきます。 その後2馬身差8番ブラックスピネル控えて中段イスラボニータはそのインコースです2馬身差5番ダッシングブレイズ外は7番のプロディガルさん後方2頭は10番シェルビーと2番のアクションスターの体勢外回り3コーナーカーブにかかります。 先頭は1番のサンライズメジャーリードは1番新半2番手6番のヤングマンパワーで坂を下っていきます。34コーナー中間内は3番のフィエロ3番手追走です。1番審差4番手は外目から上がっていきました。9番クルーガー内は11番のイスラボニータが続いていきまして、その後ろに4番のヘアスピネルです。2。馬身差5番ダッシング、ブレイズ、ブラックスピネル並んで追走プロデュアルさん後方から3投目4。コーナーカーブ直線コースに入りました。サンライズメジャーが先頭並んだヤングマンパワー2。頭が並んでいます。 ントリー線から差を詰めるエアースピネルが差を詰めてきました間を狙って11番のイスラボニータイスラボニータ差を詰めてきたさあその後は3番のフィエルちょっと狭くなった追い込んでくる8番ブラックスミエルさあ先頭ヤングマンパワーヤングマンパワーに外からブラックスミネルエアースピネル間からイスラボニータさあ広がったイスラボニータエアースピネルヤングマンパワー3頭争いはイスラボニータゴールインイスラボニータイスラボニータ久々の勝利です